北海道新聞は株式会社北海道新聞社が発行する北海道の日刊新聞ブロック紙に分類される販売部数は長官約87万部有官約28万部である取材ヘリ北海道航空が運航国家総動員法新聞事業例に基づく新聞統制の結果1942年に北海タイムス小樽新聞 新箱館・室蘭日報、旭川新聞、旭川タイムス、北見新聞、十勝毎日新聞、網走新報、釧路新聞、根室新聞の道内11種が統合して誕生。発行元である北海道新聞社の系列放送局を含めたネットワークによって北海道のマスメディアで独占的な地位を確立し、 発行部数もピーク時の2003年には約125万部を記録した。その後は他の新聞媒体と同じく前言傾向にあり、2021年現在の発行部数は長官約87万部、有敢約28万部。それでも北海道うちの新聞購読世帯のシェアの大半を占め大きな影響力を持つ。全国的に見てもブロック史の中では、 中日新聞に次ぐ規模で、東京でも、中央省庁の全記者クラブに加盟して、ほぼ常駐するほか、海外旧都市の市局に記者を配置している。北海道新聞の CM は前述の、系列放送局を含め、道内の民放テレビラジオ全局と道内の一部、ケーブルテレビ局、コミュニティ放送局で放送されている。長官は、休館日を除き毎日発行。ただし、 最近では1998年長野オリンピック時に本来の休館日を返上して臨時に長官を発行したことがある。主な内容は以下の通り、夕刊は非祝日及び年末年始を除き毎日発行。ただし最近では日曜日でも1998年長野オリンピックや2006年鳥のオリンピック開催時に 速報版としての日曜夕刊を発行したことがあり、1972年札幌オリンピック期間中も日曜夕刊を発行していた。主な内容は以下の通り、日曜日に折り込みで入る。全8ページ、北海道新聞の地方版は配布場所によって大きく変わる。平日の長官には大まかにブロック単位、振興局単位、 市町村単位の3ページの地方版が掲載される。読売新聞北海道支社、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社が発行する各新聞も、概ね3から4ページの地方版を掲載しており、各市とも北海道においては、地方版を重視する傾向にあると言える。同オエリアのみ、大、札幌、現代河原版が入り、地方版は4ページになる日がある。 ありがとうございます。